What's up, everyone? のりです。先日、オタワに修学旅行で来てくれたカシー高校の皆さんに動画のワークショップをしたんですけど、今日今、そのカシーの高校、カシー高校すぐそこなんで、今からその動画を、見せてもらって、それからね、トップ3を表彰しに行きたいと思います。Right? Yeah. Let's go. All right.この感じが懐かしいね。This is Japanese school, man. Yeah. カシー高校。Who is this? I don't know. Oh, that Olympic mascot? I think this is where we're gonna go. Kids are in this coats for the, like, fashion design stuff.サルエヴァン、久しぶりです。こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。本日は、皆さん方が Shopify で撮った動画について、編集したものを見ていただきまして、評価をしてもらうという形となっています。自分たちが、撮った分と、どういうふうな、ね、意図でやったのか、ね、しっかりやってもらって、ファッションショーの動画、映像とかに、ね、活用できればなと思っております。よろしくお願いします。皆さん、グッジョブ。本当今回ね、なかなかオタワでは一緒に過ごせる時間も少なかったんで、もう本当触りのとこぐらいしか、しかも撮影のとこだけしか、なんかアドバイスとかできなかったんですけど、編集のところは、ね、一切僕もみんなにもうお任せっていう感じにしちゃったんですけど、すごいびっくりしました。本当に。ここまでの動画を、作れるんだったらもう本当すごい、これから先も楽しみだと思います。本当選ぶのがすごい大変だったんですけど、それぞれ全然違うスタイルの動画で見てても本当に楽しかったです。またなんかShopifyにまた行きたいなって本当に思わせてくれるような動画でした。で、その難しい中でもうなんとかちょっと選びました。じゃあまず3位から発表していきましょう。じゃあまず3位、新川さんの動画。この動画はちょっといいなと思ったポイントが、まあ、楽しいという感じも雰囲気もすごい伝わるし、でエフェクトが楽しい感じの、その雰囲気伝えたい、楽しいという雰囲気を伝えたいっていうのに合ったエフェクトを上手に使えてて、トランジションその切り替えもいい感じに、その楽しいという雰囲気を壊さないようないいトランジションだったと思います。グッジョブ。カナダからね、メープルシロップキャンディー持ってきて、 100% メープルシロップ。これで僕カナダ、しかも僕らが来てる
彼はトロント、僕今オタワなんですけど、同じオンタリオ州、オンタリオ州はあのメープルシロップ名産です。あのみんなで分けてます。あのチームでね。おめでとうございます。第2位は、森さんチーム。この動画あの本当良かったなと思ったのがあのシャッター音を使ったエフェクトとかすごい良かったし、あとそのシャッター音だけじゃなくてあのちょっと笑ってるようなシーン、あのあれもエフェクト、サウンドエフェクトですよね多分ね。俺あれがその時にそのサウンド、笑ってるサウンドエフェクトに合わせた動画を多分選んでたと思うんですけど、そこのその上手な合わせ方っていうのもすごい良かったと思う。サウンドエフェクトと思わせないような上手な使い方だったと思いますし、音楽がねこうあの変わるっていうところもすごいあのいい変え方で良かったと思います。おめでとうございます。グッジョブ。ありがとうございます。さあそして最後1位ですね。1位が、佐竹さんチーム。On the telephone, well I'll try again with reason. But you're waiting for me to call an hour back, like I promised so long ago. Swear I tried, baby, I didn't mean to. We're like the right and the left hand on time in a circle.高い動画 であの写真をねうまく上手に取り入れてたと思うんですけど、その写真もそのテンポよくすごい短いあの短さでパンパンパンって変えていってたでしょ。それがすごいあのリズム感も良かったし、でテンポをこ うまく上手に変えていったところ、その、まあ、音楽にも合わせてテンポをうまくコントロールできてたっていうところが良かったと思います。でこれあの動画制作あのしだした時、僕も初めての頃の動画もう今あんま見たくないみたいなね、あのそんな気持ちになるんですよ今から動画作っていったらね。でもあのやっぱりその動画を撮るじゃないですか。でその動画を撮った動画を撮った本人はいい動画だと思ってても、それをいかに短くしていくかですね。でそこを短くするところって実は結構難しいんです。自分ではいいショットって思ってる10秒間も、全体の動画にしてみたらそれは本当は10秒じゃなくて5秒にしないといけない時とか結構あるんですよね。それがそのギュッと詰め込まれてた感じがすごい良かった。そこがクオリティの高さをちょっともう一歩上のレベルに上げれてたと思います。グッチョ、おめでとうございます。ちょっと1位なんで少し豪華にあのメープルスレクッキーのそれもぜひみんなで味わってください。おめでとうございます。あとはちょっとじゃあ参考までにで、僕もみんなが見てるときにこう通訳とかもしながら一緒についていきながら、僕もちょっと iPhone で撮って、で
普段は僕はちなみに自分の Mac を使ってコンピューター使って、僕が使ってる映像編集のソフトウェアは Adobe っていう会社の Premiere Pro っていうのを使ってます。もう結構業界のスタンダードで映像編集とかを結構本格的にやる人は使うソフトウェアですね。なんですけど、あえてもうスマートフォンでもできるよってみんなと同じようにっていうところを見せたかったんで、iPhone に iPhone 買ったらね、無料でダウンロードして使える iMovie って誰か使った人います？使いました？ iMovie ね。その iMovie を僕使って、サクッと新潟から福岡に来る飛行機の中で1時間ぐらいで編集しました、はい、っていうのをちょっと、まあ、参考までにね、でもみんなの見た後にちょっと見せるの恥ずかしいんで、みんなのすごいクオリティ良かったんでね、まあ、ちょっと見ましょうか。見たいよね。見たいね。じゃあ見せちゃいます。私たちのためにお忙しい中このような授業をしてくださりありがとうございました。私はいつもどちらかというと動画を編集するより見る機会の方が多いので、今回初めて編集をしてみて、その動画の動きと音楽の合わせ方やエフェクトの使い方の難しさがよく分かりました。で、今回いろいろスリーショットの使い方など教えてもらったので、ファッションショーの映像にも生かしていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しくみんなの動画を見させてもらいました。また機会があったらぜひお願いします。お願いします。お願いします。じゃあねさよなら。 It was funOh yeah, that was a good day. That was a lot of fun. Very good day. And then they made lots of good videos. You know, I'm surprised. I'm amazed. Yeah, lots of originality. Yeah, I like their creativity. It's really hard to choose, like a top three, Yeah, that was hard to get the top three for sure. Yeah, but I really enjoy, watching that. And then, I want to see, more of their video if they can, Yeah, I hope they do more. Yeah, and you know what? They should watch more of your videos. Check our video. To see the variety. Yeah. All right, so if you like this video, please thumbs up. The bottom here down or there. Here. Whatever. I don't know. Whichever. Yeah. And see you in the next video. Yeah. Peace out. Peace out.I might use it for the, behind the scene, whatever. 前の動画にコメントをくれてる皆さん、ありがとうございます。ヤックスゴーさん、初めてのコメントですね。ありがとうございます。とても分かりやすい説明で見入ってしまいました。ありがとうございます。本当ね、とても分かりやすい説明、めっちゃ嬉しい。すごいこだわってるポイントで、ね、やっぱりね、分かりにくい説明の動画見ても意味ないでしょ。今からも頑張ります。